これを撮影してあげる。うわ来た、あズームイン言うて。どうもー、鳥の爪団外です。ホラーゲーム企画カラスの爪第133弾はこちらのゲーム、マディソン。新年一発目のホラーゲームですね。多分1日なった瞬間ぐらいとかその辺で投稿してるんじゃないでしょうか。まあ編集が間に合ってればいいんですけども、これはね2017年内に撮ってる動画になります。こちらのゲームはですね、PT 風ホラーゲームということで、最近割とアトラクション性の強いものだったり、B 級ホラーがね割と実況の中では多かったので、ちょっと久々に怖いかもしれないよということで、じゃあ実際にやっていきましょう。いくぞ。こちらの主人公はですね、なんか悪魔の儀式みたいのをやってたのかな。うわー、ウトラスト感すごい。悪魔の儀式をやっていて、この部屋というか家に閉じ込められちゃってるのかな。でその儀式をなんか完了させなくちゃ待ってちょっと始まったばっかりだよね儀式を完了させなくちゃいけないんだと思うんですよね。で脱出はできないんじゃないかな、襲われて終わりなんじゃないかな。ポイントシュープリントチェック。なんでなんでこれを見たの。あ、写真なんか手に入れたぞ。タブ、あ、振り返ることもできるんだね。フィルムを10枚手に入れたってことだよねこれね。写真で何かを撃退できる可能性もあるのか、そういうことか。うわ、振り返るの怖っ。 PT 風ホラーゲームって言われた時のこの振り返るの怖さ尋常じゃない。怖っね。やっぱ物の質感とかが PT 感ありますよね。さあとりあえず奥に行けばいいのか。なんだすごいきしむね。上は大丈夫かな、行きましょう。うわ、何なんだこれ、どういう状況。暗いね。でもね、明かりがでも点滅してるのはテレビか何かか。あ、鍵だ、鍵をゲット、鍵をゲットしましたね。あ、じゃあ帰っていけばいいのかな。暗っ。さあ戻りましょう。なんかこういう隙間を通るときってね、なんか手とかガッと掴まれそうで怖いですよね。やばいな。でゴキブリとかがねさっきから結構張ってたりするし。さあこの鍵はこの扉でいいのかな？あ、開かないんだけど。これ鍵ここのじゃないのかな？これをどうしたらいいんだろう？うねうねするとか？いやいや。え、これで？タブ？でもタブだと閉じちゃうんだよな。開かないよね。え、ここの鍵じゃないのか？ちなみにフラッシュライトはどっかに落ちてないのだろうか？なんか欲しいな。安心したいな。あ、なんか見れるぞ。マグカップか。特別変わった要素はないが。あ、これも、あれじゃない？フィルムじゃない？オープン。あ、ゲットゲット。やった。あ、やっぱこのフィルムなんか大事になりそうだな。写真撮影できそうだもんね。あ、てか、そうだよね。俺ここから来たのに、いつの間にかこの時計が置いてあったんだよな。ファックも言いますわ、主人公も。やっぱあそこなんじゃないかな。ここの鍵開けたいよね。これどうやって、あ、開いた、あ、開いた開いた開いた。あれだ、時計を見てなかったからフラグを回収しきってなかったんだろうな。うわー、悪魔の儀式してんな、もう明らかに。待って、なんで鏡それ映ってんの。俺じゃないよな、どう考えてもな。とりあえずこっち近寄るよ。My birthday present? ルカ？ How did it get here? 開けましょう。なんだこれ？あ、カメラじゃない？これで幽霊を撃退できるんだとしたらもうすげえゼロっぽいけど。あ、開いた。手に入れた。で、そこら中になんか写真がいっぱい落ちてんだね。で、F で撮影モードになった。これは？ああ、写真撮れた。で、ビューザフォト。
わ、暗、こわー、雰囲気あるー。やばー。え、すごいね。なるほど。さて、でもこれで謎解き要素なんだろうな、きっとな。これ怖いな、これ絵か、鏡じゃないよな、だってな。おじいさんがなんかカメラ構えてね、すごいいい写真撮りそうな人だけど。あ、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。あ、奥の部屋だ、見れるんだ。で、これを写真撮影するわけではないのか。 F をしてもカメラのモードにはなりませんね。なるほど。奥の部屋がでも一応覗くことができたぞ。あ、なんだ。ニューヨークニュース。あいにく英語能力は持ち合わせていません。なんかでも事件のニュースなんだろうな、きっとな。怖っ。これはダーツ言ってたの、お父さん。うわ、白目向いてんじゃん。え、そういう人を笑わせたくて白目にしてるわけじゃないだろ、お前ら。なあ、怖っ。ここは、あ、なんか番号入れないといけないタイプのやつですね。あ、で、これは、あ、写真だね。また手に入れました。怖いな、ちょくちょくカタンとか言うのやめてほしいわ。この辺のなんか布かぶってるものもね、何が隠れてるかわかんない感じがあって怖いです。隣の部屋行けるかな。あれ、え、閉められてる、閉められてる、閉められてるよ。カタンカタン言わないで。あ、これは、おーっと、なんか頭にはめ込むような映画、そうとかで出てきそうなやつ。物騒だな。ちょっと待って、物騒ってちょっとかかっちゃった。え、それは砂嵐になってからもう一回覗くと何かあるとかないね。カメラちょっと使ってみましょうか。これ一回撮ってみるか。撮ったよ、砂嵐の状態のフォト。うわ、暗ー。ほぼ何も映ってないぐらいの感じですけども、じゅわーっとこう出てくるのも本当のカメラの現像みたい。え、すげー、凝ってんな。バック。さて、あ、そこにも一つ10枚ゲット。この椅子とか一回取ってみようか。あ、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 なんだ、なんだ、なんだ、なんだ。え、何かが起きたぞ。写真ポルターガイスト起きてないか。ほら、椅子が宙に浮いてますよね。徐々に浮き上がってきてるけど、暗かった写真が徐々に明るくなってポルターガイストが起きてる。最後まで見たら何か起きるとかか。裏側は特に関係ない。あ、綺麗な写真になりましたね。あの一瞬宙に浮いたんだな。で、向いた先はそっち。ただロックがかかってるから番号がわからないと。つまり数字、あ、数字を探しに行くんだね、今度は。いや、でも暗いな。待って、ちょっと本格的になってきたね。やばいな。あー、やばい、やばい、やばい。カメラ構えられないぞ。ろうそくありがとう。でもこれやんないといけないんだよな、きっとな。またゴンってなるのか。ああ、もう待って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 くれ。いいのか、一回中入ったらいい。待って、首吊りさっきからあったか。これは一回中入ったけど、もう一回見てみる。わ、なんかこれもうバーンって目の前に来そうで怖えよ。数字をください。4桁の数字を。あっちの奥取ってみる。あ、フラッシュしたことで結構今一瞬見えたね。扉が あるよな。ていうかあれだ、こっちだ、通路だね、さっきのところだね。あ、こっちもう一回行ってみようか。グイグイ行っちゃおう。
さっきのあのテレビの部屋につながってんのか。でも地形的にはおかしくないか。これでも奥行けそうな雰囲気もあるけどね。まだちょっと後で行くところなのかな。とりあえず戻ってきたけども特別何もなかったと。でそこもでも何もなさそうだな。この写真っていう要素がやっぱり大事だから、今度はここかな。あ、なんかあるぞ。バッグ。さっきの絵、手に入れてる。これだ、これだ、これだ。この不気味な絵。これもここにかけらんないのかな。あ、使えないか。鍵？いや、違うよな。普通に、じゃあ、カメラ構えてみます？これで F で、撮影。何か起きたか？いやーでもただのね、壁を取ったって感じですよね。違うよな、ダメっぽいな。何かが足りてないんだろうな。あれ？待って、時計が出現してる。っていうか明るくなってる。よかったんだきっと。これでまたゴーンってなるんじゃない？ここはゴーンとはならない。あ、でも時間は進んだか？あ、釘。釘を手に入れた。これなんか使えそうだね。釘要素が強いのはこっちだけど。あー！ちょ待ってくれー言葉失うからびっくりした、突然だったな。進みます。釘を手に入れたことでそこに絵を飾れるようになったわけだ。そういうことだよ。はい、差し込みますと。うん、ちゃんとハメハメしてあげたから、これを立てかけると。よし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 、いいんじゃない。悪魔の儀式が徐々に進んでる感じはある。これを撮影してあげる。うわ、来た。あ、ズームイン言うて。あ、ズームイン言うて。あ、あらら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 、こんな写真撮った記憶はないんだけどな。ズームインしてるおじさんを撮った記憶があるんだけど、俺は。目のマークがやたら書いてあるぞ。これはなんか手に入るの？そういうわけじゃない。おじさんが内側から割ったんだろうね、この鏡をね。さあ、振り返ると、おっ！ドア。ドアだ。これだ。ここを開けるためには、この鍵が必要だと。うわ、もう嫌な予感しかしねえ。差し込んだだけか。開ける。これ。あ、引き戸。引き戸じゃん。ここで終わりか。あー、なかなかでも見せるね。カメラを使った謎解きっていうのが新鮮ですね。いやー、なかなか怖かったな。ということで今回はマディソンというホラーゲームやってきました。ちょっと読み方ってるかわかんないんですけども、新年もね、またバンバンホラーゲームやっていきたいと思いますので、またよかったら見に来てください。ということで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。